うんこは毎日いっぱい出てるよ。俺うんこめっちゃ行くよ俺。僕の背中には羽がある入れ墨のみたいな感じで。かっけえ。フェラさんのふくらはぎには機械、オートメールのあれ。フェラさんの右腕にオートメールのあれを入れる。オートメール。フェラさんの右腕にアルフォンソ・エルリックのオートメールのあれを入れる。腕持ってかれたーみたいな感じで。で、俺の右足が左足、アルフォンソ・エルリックと同じの、あれを入れる。オートメール。で、俺とフェラさん合わせて、あれよ。うん。アルフォンソ・エルリックの、腕と足を両方入れてる。入れ墨入れてえな。最終内定ですね。入れ墨入れて、ズミズミ。うん。あそこで食らったらね、結構ね、大変だよ。ワープあるかい？うまっ。うま最終、ナイスナイスナイス。最終、うまちーん。いやいやいや、難しいって。難しいって、それは。難しいって。うん。難しいよ、それは。鬼没、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 鬼没。うん。鬼没、鬼没。うん。お、これ興奮、みんなこれ興奮になった可能性あるよ。冗談抜きで。これはきついなぁ。きついね。やっぱね、みんなタックルが変なんだよね、俺。うん。みんな俺タックルが変なんだ。ちょっとラグい気がするわ。祭司がさ、そこでダウンして、板の間に近づいてるかどうか一切判断できなかったから、もし板の方に行ってくれたら、あ、そこの板に近くにいるんだなって。俺遠くにいるからさ、あいつはこのど真ん中にいるのか、どっち側から、嘘！どうすんのこれ、最後の一台。丸ごと一台ないじゃん。丸ごとないよ。ここの暗号機で解読しとけ。ここの暗号機で解読してけよ、そしたら。真理。ねえ、みんな。ねえ、ねえ。カウボーイ、うんこじゃん。カスじゃん、こいつ。いらねえ。カウボーイ、いらねえ。ここでチェスしたら解読できなくなっちゃうよ。マジかよ、こいつ。やめてよ、マジで。頼むよ。どいてや。おい、遠いすぎる。いやいやいや、カウボーイ、それはないよ。それは、それはないよ、カウボーイは。いや、マジでいらないね、こういうやつ。全く意味なしないからな。これから新規一台誰がやるん？これからみんな。これから終わりやん。キンキキッズなんやん。V6 じゃなかった？うわ、これから新、これから新に、新規あげるんやろ？マジで。大変すぎやろ。大変すぎるー。はい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 。真理に任そう、みんな。真理に。おい、ナイスー。いいよいいよ。で、ここ板なんもない？あと1枚あるか、みんな。あと1枚あるわ。うん。うん。
いや、なんで、なんでこのカウボーイさ、なんもないところに行くん？このカウボーイみんな。なんでなんもないところに行くん？あいつ。なあ、みんな、そう思わない？うん。いや、旦那様すごすぎる。もう俺救助行かないぜ。うん。オーケー。キンキーキッズまだおる？ジャニーズに。あいつらも超大御所やろ。ね。超がつく大御所よ。ちょっとさ、もう抜けてレイブンクロー入るわ、レイブンクロー俺。うん。アンドンやるわ。バイバイしよう。こいつらと。旦那様のおかげで3通だよね。マジでそうだよね。すごすぎなんだけど。救助も一発やったわ。ナイスほいほいはっほうんこは毎日いっぱい出てるよ。もううんこめっちゃ行くよ俺。はい、小屋ですね。小屋じゃない。あ、小屋でいいんか。もう第5やらなさすぎてさ。ねえ。ポジのあれがわかんなくなっちゃったよ。そしてハンターいいヒンゾ。白黒、白黒はっきりさせよう。あそこにいるやつ誰？踊り子ったっけみんな。おらんか。踊り子ったわ。やっぱ踊り子だったな。あぶんな。あれ死んでたでみんな。踊りコング死んでたよ。みんな踊りコング。踊り、うっそー。あのクソの、あのクソの傘で食らっちゃうわけ？あの、みんな私説明しますよ。こうチェスするときに場所を変えていいのは、ハンターが板を割ってるときとか、そうじゃないといけないんですよ。あの板割ってないにもかかわらず、踊り子は遠く距離を取ろうとしましたよね。そうするどうする、どうなるかというと、全く意味なくなっちゃうじゃん。この踊り子の板を倒したね、グルチェスしろとは言えないんだけど、俺たちがチェスしてて場所を移動するときはね、こう板を潰すときとか、ハンターがね、駆け引きに失敗したときなんだよね。わかる？みんな言ってもわかる？わからんか？バカど、お前のあれを教えてくれーって。うーわ、みんな重くなっちゃったよ。重くなっちゃったよ、今の。サマーズかよ。だって今、重くなってなかったら今、ジャストだったよ、みんな。三村かよ。めっちゃ重いわ。何これ、三村かよ。傘ないやつー。三村かよ、三村かよ。あいつみんな、もうこの踊り子うんこだな。三村かよ。ラックル、ラックルって何？あ、何これ、みんな重いんだけど。お助けあれー、お助けあれー。何これ、ラック。でもみんな俺のピンは89だよ。めっちゃ楽い、めっちゃ楽い。何これ、何これ。傘を飛ばしたけれども意味がない。傘飛ばしたけど意味がない。あー、危ない危ない、怖い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 、危ない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 。おっしゃー、おっしゃー。出た出た、何もしてないのに板を倒すやつ。うら、オッケー、よし。いや、重いなこれは、マジで。ラグタックルでラックルや。今の白黒に、バカしかおらん。偏見、正解。キーボーツー。あと、冒険家がいるからね、今回。うわ、めっちゃラグいね、これ。何これ、意味不明。存じ上げません。私、存じ上げません。おっしゃ。あ、みんな踊り子消えたら普通になったわ。普通になった。実はね、使ってないんですよ。あ、ラグくなった、みんな。みんなラグくなったよ。よし、オッケー。
おい。うん。採取 66%OK。ナイス。ナイス救助。さあ、俺、インナー入りますからね、皆さん。プレイヤーの誰かがラガーや、多分。可能性あるよ。あ、普通になった。みんな普通になったわ。普通になりました。うん。これ、俺 54P になったよ、みんなほら。54P になったよ。めっちゃ普通やわ、今。66便だ。受け入れられる。許容範囲でござる、これは。冒険家を狙ってて、そいつを諦めて俺の方に来るはずは多分、少ないんで、確率的に言うと。大丈夫でしょう。あのラックルがなければ、私はね、多分あれ入ってたな、あのタックルは。もう3000万年の、おっと。はい、普通。オッケー。オフェンスタックル当たらへんって祭司が言ってて、で、そしたら、俺はお前に教えてやる。この中にくっそラグい奴がいる。ラガーがいるんだよ。そしたら、踊り子が、私のせいだわって言って、で、俺は踊り子と踊り子がハンターの近くにいると、くっそラグいんだよなって言った、俺。なんやかんやとチェイスしたな、みんなこいつね。なんやかんやとね。これね、俺の場所バレちゃってて、バレちゃってて、あとで。こいつの索敵能力すげえの、みんなね、索敵能力。全然すごくなかった件について。全然すごくなかった件について。はい。みんな空軍銃持ってたら最高なんだけど。あいつは。駆け抜けろー。大丈夫か、二人で一緒に行こうか、二人で。二人で一緒に救助しよう。みんなボールがないのに、ボールがないのにこのオフェンスは生きれるのか。生きれるんです。よーし。おほちょっと空軍はすぐ寄って救助？もしかして。空軍すぐ寄って救助だな。ニョニョどこ？と思ったら、あった、大丈夫だ。弁護士頑張ってるね。ナイス。で、空軍すぐ詰めて救助だな。オッケー。OK、PK、MPK。嘘だろ、このクソ空軍！つば散っちゃった、今。空軍がクソすぎて。もう詰めるの押せって。押せんだよ。なんだよ、流れ。もう大号嫌いになったので夜ランしかやれない。今まで昼までやってたの十分じゃねえか。それは俺もう1時間ぐらいしかできなくなっちゃったよ。俺ほらみんな空軍がさ詰めるのが遅くなっちゃったからそうなっちゃったんです。はい、え、みんなハンターミスってるよ。ハンターミスってるよ。踊り子ってさ、まっすぐゲートに行ってなくね？マジでクソムカつくんだけど。なんか、まっすぐ行けよ、まっすぐ。最短距離で詰めてくれ。A と B のブロックがあって、対角線の A の点と、向かい側のもう一つのブロックの B、これ正方形ね、立方体。それが最短距離じゃないらしいよね。アリの小谷論みたいな、なんかそういう数学者が提唱してたよ、みんな。ちょっと気になったけど、見んかった。ゆっくりが語る数学チャンネルみたいな、なんかあった。ハンター瞬間移動してくるからどうなんでしょうか。ちなみに私が、この弁護士だったら中間待機してます。はい、ちなみに私はこの弁護士だったらね、ミスった。だって、ごめんなさい。
弁護士？あずき餅を食べたいって言ったやつ。弁護士？あれ？踊り子や。あれ？なんで踊り子が、あれ？あ、踊り子救助恐怖したから。いや、それは別に対して、うん、特に強、対してね。空軍は飛びだと思ったから。私、落ちる。踊り子落ちるって。あれ、54% か。で、空軍は、私だけ次飛びじゃないんだわ。ははははは。俺も抜けるわ。チャンネル登録、お願いします。はい。